皆さんこんにちは。今日は先日発売されたトミカタウンの新商品を開封していきたいと思います。これが新商品のバス停といろいろなんちゃら道路セットです。では開封していきたいと思います。こっちがバス停ですね。バスがついてるらしいです。個人的にはバス抜きにしてもっと安くしてほしいです。パッケージにも書いてありますが、折りたたんで簡単に収納できるのが売りみたいですね。こちらの商品、なんと付属品もシールもないので、開けた瞬間から遊べます。素晴らしいですね。結構近代的なデザインのバス停で、いいですね。付属のバスは、まあバスって感じですね。バスに詳しくないので、コメントは控えておきます。道路セットも、開けます。こういう箱物を開けるときって、ワクワクしますよね。いろいろ入ってますね。Railroad crossing。実況も折りたためるのすごいと思う。こっちには付属品があります。中身はこれだけです。付属品は信号機と遮断機の棒ですね。取り付けます。信号機も折りたたみできるようです。どちらも簡単に取り付けることができました。新しいトミカタウンの最大の強みは収納の良さですね。こんなに小スペースで収納できます。それでいてあっという間に全開できます。Railroad crossing. Overpass. この踏切、プラレールに対応して
してるようで、メールを載せることができます。いいですね。ところで、パッケージの写真にもレールが載ってますが、レールを乗せられるという表記はないんですよね。なんでだろう。この道路についてる突起は、最近のプラレールのセットに入ってるブロックがはまるようになってますね。同じくプラレールのセットに付属のブロッコリーも刺さります。ブロッコリー、Broccoli. Broccoli. 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 ブロッコリーでかすぎはロタ。ちなみに、このジョイント、プラレールのレールがはまる模様です。一応走れそう。では、レイアウトを組んでみますか。道路の跳ね合いは悪くなさそうですが、なぜか交差点だけ硬いです。個体差かな？これ、道路がいっぱいあれば楽しそうですが、どのセットも直線道路が少ないんですよね。このセットに至っては、4分の1が2つしか入ってません。単品販売してくれないかな。この幅は、セブンイレブン駅分がちょうど収まるようです。Broccoli, broccoli, broccoli, broccoli. Bus. Gray rail. House. はトミカで押すと遮断機が上がります。トミカの立橋って、相変わらず坂が急すぎますよね。まあ仕方ないですが。アビポテト。プラレールも置くと、いいレイアウトになりますね。踏切や立橋がいい感じ。新しいトミカタウン、気に入ったので今後に期待です。路面電車との併用軌道とか出ないかな。今回開封した、踏切、立橋、交差点道路セットだけでも、このレイアウトが組めるので、このセットから始めるのがいいんじゃないですかね。最後に、走行動画をどうぞ。